battle's about to start. Good luck! Get ready! Go! You're up to win, Kizuna. ハンター、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 ハンター
くだらん話を持ち出すな。ごめんなさい。怒られちまったな。貴様もだぞ、カカロット。戦いの前に気を緩めるんじゃない。すまね、ベジータ。来るぞ、目の前の敵に集中しろ。
クローンだかなんだか知らないが、この俺とやり合うつもりか？そもそも俺のコピーがおとなしく命令に従っているというのが気に食わん。どうやら言葉を発することもできないようだな。言いなりになる人形など目障りだ。今すぐこの場で消してやる。ほう、構えは様になっているじゃないか。俺の戦いの基礎は細胞にまで染み付いているということか。だが俺がこれまでの戦いで得た経験まではコピーできていないだろう。クローンごときが本物に勝てると思うなよ。思わなかったぞ。メイはみんなの力借りて元気玉で倒しちまったかな。今回は自分だけの力で倒したすっか。カカロット、油断するな。こいつは他のクローンとは様子が違うぞ。そっか、ちげえなんかねえと思うけど。ならあれを見ろ。メティアガル、明けの目にね。
に他のクロンタは違うみてえだな。俺たちの前で居眠りとはふざけたやつだ。俺が叩き起こしてやる。起きたみてえだぞ。俺にしてもあいつ、いちいちあれやんねえと叩けねえんかな。知るかそんなこと。面白い。今度は俺がこの手で倒してやる。こらだって負けねえかな。
はないんじゃない？40点くらいは上げてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくない。おいしい。やっぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。ゼロ！ハウス！私だ！ハウス！
Ah!
スーパーヒーロー、コテンクス様がやっつけてやるぜ。ほらほら、かかってきやがれ。おいおい、やる気があるのはいいけど、調子に乗りすぎんなよ。それに、ヒーローはもっと綺麗な言葉遣いじゃないとダメだぞ。本物のヒーローは、ちびっ子たちの見本にならないと。へぇ、そういう面倒なのはいいよ。だってせっかくヒーローやるなら、みんなにかっこいいって思われたいしさ。グレートサイヤマンみたいに、ダサくてかっこ悪いんじゃ意味ないよ。ダサ？かっこ悪？ちょっと待った。それは聞き捨てならないぞ。グレートサイヤマンは、ダサくもないし、かっこ悪くもない。ごめんなさい。うん、分かればいいんだ。さ、おしゃべりはここまでにして、ヒーローらしく悪を成敗していこう。本気でかっこいいって思ってんのか。でケーキは何なんだ。この木ブーに似てるけど、それだけじゃない。フリーザやセル、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった？21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そうに聞いたな。まさか。
私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだね。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すのも大変だからな。よし、行って行ってみっか。Stop!
覚はいいか、行くぞ。やるな。自分自身と戦えたな。けどこのクローン、いつ頃の僕の細胞を使ってスクロー海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら勝てるか微妙だな。できればZソードを引き抜く前であってほしい。それかこの前フリーザが来た時であれば助かるんだけど。で答えてくれる雰囲気もないか。ここで一人で考えていても仕方ない。相手の実力は戦って見定めるとしよう。気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。Let's
軍はいいか、アン軍はいいか、あらー行くぞ、邪魔だ、行くぞ、あらー大丈夫、よし、ワンダフォー、なんだ、
なんか相手よ。大食いでお前らサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。できるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。あ、そうだ、いいとこがあった。ちょっと移動すっからオラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？もう、なんなのよ！というわけで、ここで戦わせてくんねえか。はぁ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろ、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？見つけた！思ったより早く来たな。ほう、あの方だ。悟空さんたち大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ。これだけいればスイーツパーティーができるわ。オラたち食い物じゃねえぞ。クモだ。ああ、もう落ち着いていられない。なんて素敵なの。嬉しすぎて私、どうしてなんてしないと。
それがおめえの力っちまう。無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局分からずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。
おや、あなたはまだ興味がおありのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をぼさっとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてくださいね。